swipe out the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead and detox. Yeah, yeah.やっぱりカルビーのポテトチップスは人気あるんだなと本当に実感しました。ありがとうございました。気持ちいいですねこっちは配る方は気持ちいいですね並んでる。なんか喜んでもらえてすぐ子供は後ろ行ってあげて食べちゃうくらいだからあれ見たらやっぱりいいなと思って今度はまた違う形で原料を通り走ります。いや本当に今日たくさん来てもらってやっぱり自分が作ってるものを別の人に食べてもらうことが、まあ、ありがたいというかこれからもこれで頑張って糧になるのでとても良かったです。やっぱり実際食べてもらってあこれ違うねとか言ってもらうことで分かってもらえたっていうのと人にやっぱ感想まちまちなんでどこまで自分のその作った品種をなんか信用するかっていうかどれぐらいなのかっていう判断を知るためにもなんかこういう機会ってあって良かったと思ってます。久々本当実は催事ごとは赤の人冬としては久しぶりなんですよね。本当4年ぶりとかそれぐらいだと思うんですけど皆さんこうえもう出たのみたいなちょっと実は時期が早くて11月上旬とは言ってるんですけども、まあ、今回ちょっとこのイベント合わせて、まあ、無理やり作って作ったんですけどでもあの手応えがもうすぐ売れたのでとても良かったなって思ってます。はい、かぼちゃの今日はポタージュ出させてもらったんですけどちょっと残るかなどうかなって思いながら40杯分作って全て完売しましたので良かったです。良かった地元のイベントに出られて良かったです。人いっぱい来て忙しいのがすごく楽しかったです。もうお客さん来たのと若い方とか家族連れが多かったのがすごい嬉しいですね。で電飾もつけたので本当にちょっと夜営業とかはすごくいいなと思いました。そうですね、町民の方に結構来ていただいて地元の野菜多く皆さんに手に取っていただいたのでとてもいい企画になったんじゃないかなと思ってます。はい、私はお米のところにいる時間が多かったんですけど試食していただいてすごいなんか美味しい美味しいって言ってこう食べていただいたりとかあとは地元の方といろいろお話もできてすごい楽しかったです。これが一つ300円プロが200円それを見てもあれ安いわみたいなそういったリアクション特にご婦人方のすごい人はもう一人でこれ二袋みたいな人もいてめちゃめちゃ買うじゃんこの人いやでもそういうやり取りの中でもいろいろ楽しく接することができたので手伝いで本当に良かったなというふうに、はい、思っています。お米とかはもともとの予定の量を超えるぐらいの販売がありましたしあとポテトチップスの配布会は最初すごい列ができていてあここまでの集客力があるのはすごいなと思いました。でいろいろとまあ今回アンケート等も取ってデータとかも出ているので、まあ、来年以降でさらなる集客ですとか生涯の集客につながるようなことが今後考えられたらいいなと思いました。ハルクの方々って結構やっぱりつべつのこといろいろ考えていろいろ提案とかしてくれてるので、まあ、これからも引き続きちょっとメンバーとかは毎年変わってしまうんですけど、まあ、ぜひつべつの魅力を感じていただいていろいろつべつのためにいろいろ頑張ってもらいたいなと思います。はい、じゃあ本日ですね初めて開催されましたつべつオータムマーケット秋の収穫祭というイベントでございます。この施設、まあ、ルカもそうですけどこのつべつ自然運動公園とキャンプ場と木の巣とこの周辺一帯を含めてですね非常に魅力的な場所だと思っています。でそれ一つ今日形にできたのが僕としてもすごく嬉しかったので良かったなと思ってます。またいろんなところで皆さんまた、お会いできればと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。 ありがとうございます。あなた輝く街テレビ京都テレビ。